はい、毎度おなじみ天の声です。今回はみんな大好き群馬のデカ盛り聖地 AQ1 さんでメガ盛りおけうどん5キロのチャレンジに挑んだ時のやつです。制限時間はたった20分。大食い界隈ね、インフレが進みすぎてついに5キロに対して与えられる制限時間っていうのが小学生の休み時間ぐらいの長さになりました。良い子のみんなが元気にね、お外でドッジボールをしている間にこのメガ盛りうどん5キロを食べきることができるのか、早速本編の方へと参りましょう。どうぞ。あ、いいですか。行くわよ。はい、行きますわよ。元気があれば何でもできるわよ。できるわよ。5、4、3、2、1、スターティン。いただきます。さあ始まりました、おけ盛りうどん5キロチャレンジング。制限時間は20分です。ちなみにね、最初に申し上げておくんですけどね、今回ねカメラのピントをミスりました。最近はねカメラようやく慣れてきて、やっとねいい感じに若干撮れるようになってきたんですけど、久々にねやらかしましたね。ちなみにね、どこをどうミスってこうなってしまったかを言い訳させてもらうと、いつもはね最初いい感じの位置に、ピント合わせてそこでね固定されるように設定してるんですけど、今回ね、その固定忘れちゃって、自動でね、追尾する、設定になっちゃってたんですよね。自動で追尾する設定になってると、カメラの方でその都度判断してね、自動でピント合わせるようになるんですよ。ただね、こういう設定にしてる場合でも、普通はね、動いてるところに、ピント合わせるはずなんですよね。ただね、なんかね、僕のカメラね、なぜかこういう時、食べ物にばっかピント合わせるんですよ。僕がね、後ろで必死にお箸とね、顔面動かしてもびくともしない。一生ね、食い物ばっか見てるんですよね。もう食い意地張りすぎてて笑うんですけど、しかもね、ただピント合わせるだけじゃなくてね、めっちゃくちゃ絞るんですよね。もうね、食べ物顔見ですよ。そのせいで、食べ物はね、もうめちゃくちゃ綺麗に映るんですよ。ただね、それ以外はボケボケです。いやね、道具はね、持ち主に似るって言うんですけど、このね、ご様子見てるとね、あながち間違いじゃない気がしてきますね。このカメラの気持ち分かりますもん、僕。なんで、今回ね、中盤以降は多少ね、マシになってるんですけど、基本的にね、このうどんちゃんにピントが合っております。うぷ主はね、若干ボケてるんですけど、その分ね、うどんの方はめちゃくちゃ綺麗に映ってるんで、もうみずみずしさとね、腰がね、見てるだけで伝わってくるレベルで鮮明に映ってるんでね、ぜひこの AQ1 さん自慢のうどん、ご覧になりながら、天の声の方をね、聞きいただければと思います。さあ、前置き長くなってしまったんですけど、チャレンジの方のね、解説をしていきます。最初に説明したようにね、おけ盛りうどんの重さは5キロ、5キログラミングって言われてもね、ピンとこないと思うんで、身近なもので例えますと、大体ね、スーパーで売ってる生麺あるじゃないですか。あれがね、大体1袋200グラムぐらいなんですよね。なんで5キロっていうと大体ね25袋分ぐらいになります。対してね制限時間は20分なんで、1袋あたりね1分以下で25袋だ食べないとダメな計算になりますね。ちなみにねチェーン店だと、もううどん界隈を牛耳っている天下の丸亀製麺様の、並盛りがね 260g ぐらいと言われてるんで、だいたいね並盛り換算で20杯弱、これをね20分で食べようと思うと、やはり1分あたり約1杯のペースで並盛りを食べないとダメな計算になります。ここまでの例えでね、もうお分かりいただけたと思うんですけど、今回のチャレンジで量もさることながら食べるスピードもかなり要求されます。いくらねうどんがね飲み物といっても、正直ねまあまあシビアです。ちなみにねこのお店のおけうどんチャレンジ、もともとね3キロのものがありまして、こちらの制限時間は30分、つまりね量は増えたのに制限時間は短くなるという意味不明なバグが起こっております。ただこのね物理法則を無視した意味不明現象、実はね、大食い界隈には稀によくあることで、1キロ10分、2キロ20分、3キロ40分、4キロ40分とね、ここまでは順調なんですけど、なぜか5キログラムあたりからね、超えたあたりから、逆にね、制限時間短くなるんですよね。
これはね、おそらく、まあ、だんだんこのぐらいの重量のあたりから一般人向けからスーパーサイヤ人向け、ガチプロ向けにね、あのチャレンジの設定がね、移行し始めてるんじゃないかって思います。そしてね、こうなるとですよ、まあ、あのウプ主みたいな一般人とスーパーサイヤ人のね、間にある、まあ、狭間の人間、ヤムチャみたいな人間が無事に死亡するわけです。ちなみにね、お味の方なんですけど、まあ評判通りね、もうめちゃくちゃうまかったですね。まあ、AQ1 さん、基本的に何でも出てくる定食屋なんですけど、まあ、看板にね、うどん、そば、各種定食とあるように、まあ、元はといえばね、うどんとそばが専門なんですよ。まあ、そっからいろんなメニューを出すようになり、ついでにでかくなってしまったのが、この AQ1 さん。今までね、どのメニュー食べてもね、めちゃくちゃね、うまかったですし、まあ、でかかったですし、まあ他の方もね、口を揃えて AQ1 さんのうどんとそばはね、ぜひ食べた方がいいっていう風にね、おっしゃってたんで、非常にね、期待値上がってたんですよ。ただね、実際食べてみると、そのね、ハードルすら超えてくるクオリティでした。まあ、まずね、あの途中でも申し上げたように、見た目からしてうまそうなんですよね。もうすでにもちもちで、まあ、つるっとした食感が食べる前から伝わってきます。まあ、つけ味噌とかだとね、まあ、麺見てうまそうって感じることあるんですけど、まあ、うどんで感じるのはね、なかなかなかったですね。まあ、それはね、うちのカメラもね、うっぷん主差し置いてね、ピンと合わせますわな。でもね、この麺の見た目がより鮮明にね、皆さんにお伝えできることを考えたら、結果オーライなんかもしれん。実際に食べた感じも、見た目を裏切らない喉越しと麺のコシで、つゆにつけるだけで無限に食えます。まあ、麺も冷麺なんでね、特に夏に食べると最高ですね。さあ、言うてる間にチャレンジの方は8分が経過。まあ、だいぶね、最初に比べるとうどんの傘が減りましたね。このままね、順調に行きたいところなんですけど、まあ、この辺でね、ちょっとね、腕が疲れてきました。まさかの腕、てか肩ですね。もうこの量になるとね、まあ、麺を持ち上げてね、漬け汁に浸すという、まあ、なんでもない行為すらね、重労働なんですよね。かっこおっさん基準。四十肩予備軍のね、おじさんには少々きつかったです。まさかね、大食いで肩の心配をする日が来るなんてね、思ってもみなかったんですけど、まあ、お腹とお肩、双方に気を配りながら、まあ、残り時間もね、食べていきたいと思います。まあ、ちなみになんですけど、皆さんはね、冷たい麺と温かい麺、冷やと温、どっちが好きですかね。まあね、肉うどんは温。まあ、月見うどんは冷やみたいな感じにね、メニューによってね、変わるケースもあるんで、一概には言えないとは思うんですけど、まあ、僕はね、冷麺派ですね。まあ、温玉ぶっかけにして食べるか、まあ、今回のチャレンジみたいにね、つゆにつけてつけ麺みたいにして食べるのが好きです。まあ、猫舌だからね、まあ、単純に熱いの苦手っていうのはあるんですけど、やっぱね、ラーメンとかでもそうなんですけど、基本的にね、あの麺にコシがある方がね、好きなんですよね。もう極端な話、グミチャソぐらいね、歯応えがあるのが好きです。まあ、冷麺好きすぎてね、まあ、本来なら、まあ、温かいうどんでね、まあ、鍋とかでしっぽりと温まる冬場ですら、わざわざこたつに入って冷麺を食べるとかいうね、もう意味不明ムーブかましてますからね。ついでにアイスも食べます。まあ、こたつで食べるね、チョコジャンボモナカは最高です。ただこれね、いつもの流れなんですけど、大食いするのにきついのはね、まあ、冷麺の方なんですよね。大食いあるある、好きなものほど大食いするのはきついというジレンマ。まあね、理由は皆さんお察しの通り、その自慢の腰ですね。まあ、腰が強いとは具体的にどうきつくなるかなんですけど、まずね、単純に咀嚼回数が増えるんで、顎の負担がかかりますし、時間もかかります。これね、時間がかかるっていうのがね、割と思った以上にハードで、大食いってね、極端な話、結構ね、時間さえかけたら、なんやかんやで食えるんですよ。それはね、もう米一粒も食えないって、無理っていうね、まあ、本当の意味での限界っていうのはね、まあ、どっかで訪れるんですけど、その限界に到達するのすらね、結構時間かかるんですよね。だからまあ、大食いチャレンジにおいて、普通に食べてキャパ使い切るのは基本的に難しいです。なんでまあ、水飲んだりしてね、キャパを犠牲にスピード上げたりして、限られた時間内でね、より食べられるように工夫するわけですね。つまりまとめますと、時間っていうのは、そのままね、食べられる量に直結するわけですね。だから、同じ量を食べるのに、時間が 1.5 倍、まあ、かかるだけでも、都度の時点でね、すでにかなり負担でかいんですよね。まあ、ステーキ系のチャレンジがきついとされている理由がここにありまして、まあ、お肉というね、もう咀嚼の必要な食材に加えてね、もう切っ
ったり焼いたりする時間も必要なんで、もうね、きつい要素の数え役満ですよ、うん、時間泥棒、まあ、重量にすると大したことなくてもギリギリの戦いになることが多いです、まあ、あとね、咀嚼回数が増える以外にもきつい要素として、まあ、腰があるとね、下に落ちにくくなることが挙げられますね。もう調子乗ってね、もうハイペースで食べてくるとすぐにね、まあ、ウィーって感じでね、胸のあたりで使えてくるんですよ、うん、このね、胸のあたりで使えるっていうね、感覚がわからないっていう風に、もしさるね、方もいらっしゃると思うんですよ。なんか大食いの人特有って思われてる方も多いと思うんですけど、多分ね、皆さんもね、自覚されてないだけでね、この胸に詰まるっていう経験はあると思うんですよね。お腹減ってる時にね、一気にご飯食べたらね、たまに詰まって胸トントンするじゃないですか。まあ、原理としてはね、あれと同じで、まあ、ね、軽いバージョンやと思ってもらえればいいです。まあ、皆さんがね、胸をトントンする辺の場所に、なんかね、食べ物くっついてる感じがするんですよね。多分ね、胸トントンした直後とかが、そんな感じだと思います。まあ、これが起こると、お腹いっぱいになってないのに、次の食べ物が入らなくなります。もう普通に困りますね、これ。しかもね、厄介なことに、台所の油汚れと同じで、放置すればするほどね、復帰が難しくなって、まあ、最悪ね、水をガブ飲みしても下に落ちずに、そのままタイムアップを迎えることがあります。まあ、この光景はね、大食い動画を普段からね、呼吸をするようにご覧の皆様なら、まあ、一度はね、見たことがあるかもしれません。まあ、対策としてはね、こまめに水を飲んで下に落としてやるとか、まあ、食べるペース自体をね、落とすとかがあるんですけど、ね、ただでさえインクリしているこの環境下だと、その行為自体がね、結構、まあ、負担でかいんですよね。まあ、ちなみにね、この冷たい方が腰があってきつくなるという傾向は、うどんに限らず、炭水化物全般に言えます。まあ、お米とかもね、冷めるとね、粘りが強くなりますよね。まあ、白い悪魔が白い魔王へと覚醒します。まあ、皆さんもね、冷たいコンビニおにぎりとかの方が、普段食べてるおにぎりとかよりも詰まりやすい感覚ないですか。まあ、そういうことですね。さあ、言うてる間に残り5分となりました。残ってる麺がね、今、漬け汁の中に残ってる分と、桶におるやつだけですね。そしてね、その残りのうどんもしっかりと回収して、ラストスパートへと入ります。まあ、ちなみにこのね、漬け汁は、完食条件には含まれないんで、この今ね、器に入れてる分の麺をすすり切ったら、完食扱いとなります。漬け汁もうまいんでね、多分家やったら卵3つぐらい入れてね、かき混ぜて米にぶっかけてかっこんでると思うんですけど、今回はチャレンジなんでね、まずは麺を食べること、チャレンジのクリアを優先していきたいと思います。てかね、今更ね、あれ、うぶ主の方にピントは言い始めましたね。いや、正確には今吸ってるうどんにピント合わせてるんか。とことんね、うどんばっか追いかけてて笑うんですけど、もう頭いいんか悪いんかわかりませんね、このカメラ。さあ、残るは3分30秒。ピンとあってね、改めて見るとね、まあまあ漬け汁の入ってる器もでかいですね。普通になんか顔面ぐらいのサイズだって笑うんですけど、あとは器に入ってる麺だけってね、いかにもあとわずかみたいな感じでね、さっき申し上げたんですけど、まだ普通にね、丸亀製麺の大盛りサイズぐらい残ってるかもしれん。さあ、そしてついに残り時間3分を切って、最後は器ごと囲んでいきます。いやね、完食条件に汁入ってないって言ったんですけど、ついつい汁まで飲み干してしまうのがね、汁あり麺の恐ろしいところですよね。勢い余って飲み干した後、後で若干後悔して塩分量をネットでこっそり調べるまでがテンプレです。で、この辺もなんやかんやしっかりと汁を飲み干してしまいました。アイペロリンちゃーん。ペロリンちゃん。はい、なんかね、チャレンジ成功したら目の前に天丼がね、召喚されてたんで、食べていきたいと思います。にしてもね、マジででかすぎる。5キロ食べた後にね、出てくる量じゃないですよ。しかもね、ウインナーも追加されていくと、ちょっと分布が飯店さんではね、食べている途中にどんどんおかずがね、追加で配膳されてましたけど、AQ1 さんはね、直接丼に追加していくスタイルですね。そしてさらにハムカツも追加、めちゃくちゃ分厚いです。まあ、結果的にね、こんな感じになりました。まあ、最初ね、食べ始めた時より増えてるの笑うんですけど、にしてもね、もう全部うまそうですね、この揚げ物たち。カメラの方もね、いろんな揚げ物に目
目移りしちゃってピントがねちょっとブレブレになっちゃってるのを申し訳ないです、まあ、このね天ぷらはご飯との相性も抜群なんですけど、まあ、さっきのねうどんと一緒に天ぷらうどんとして食べてもね最高でしょうね。ただねここで次のデカ盛り天ぷらうどんでお願いしますって言ったら多分ねこの天ぷらが10倍の量ぐらいに増えて小林幸子の衣装をまとった状態みたいなね天ぷらうどん出てきそうなんで、まあ、うかつにねちょっと注文できないですね。そういやね前回の動画で AQ1 さんの通常メニューはね8つのサイズがあるということをお伝えしたんですけど、まあ、これに対するコメントとして、まあ、画像ではご飯の量って書いてあるけど麺に対してもこの増量っていうのはできるのっていうのがありました。これねもちろん可能です、まあ、ちなみにね麺量はだいたいご飯より少し多めになるらしいです。大体ってどういうことやって申しますと、これもね前回の動画で説明したんですけど、このお店ね都度料理ブレがあるんですね。ただねブレがあると言っても減る方向には絶対にブレないのでご安心ください。基本的にブレはプラスの方向に働きます。まあ、この店主さん足し算大好きですからね。ちなみにねこのうっかりと手が滑って量が増えてしまう現象を我々の業界では手が滑ると表現します。この手が滑るスキル、サイズが上がれば上がるほど発動率と倍率が高くなるので、もしね挑戦される際はこのスキルの存在を踏まえた上で挑戦されることをお勧めします。さあそれでは最後お漬けもそ茶そが残ってたんでそれもねしっかりと食べて真のごちそうさまです。ありがとうございました。ペロリンチョー。はい、ってことでね本日2回目のペロリンチョもいただいたんで本日はねこの辺でお開きにしたいと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。またよければ次回もよろしくお願いいたします。さようなら。